生しらす、釜揚げ、生桜エビ、今宵はてんこ盛りの駿河湾名物を頬張りましょう。この番組は中部電力の提供でお送りします。富士市田子の浦漁港、しらす自慢の港はあまたあれど、ここのしらすを食べたらもうやみつき。そんな評判を聞いて富士山しらす街道を西へ、しらすの八幡にやってきた。お、これだね。人気ナンバーワンという行きつけメニューは駿河三色丼。仕入れは網元直送だから、そんじょそこらの店とは鮮度が1枚も2枚も上手。これは楽しみ。番号札1番の方、お待たせいたしました。来ました来ました、駿河三色丼、訪れた甲斐がありましたね。生しらす、釜揚げ、生桜エビ、豪華ラインナップが揃い踏み。まさに駿河湾名物の祭典。ついついかっこんじゃうこと必死ですぞ。いやー、うまい。本日もあっという間に完食。ごちそうさまでした。